Mic test. All right, there we go. That was. Fix that. All right, so I had to reinstall a different capture card because what I had was being a dick. Yep, fucking up. So I know this is not gonna mess up on me, so I don't have anything to worry about if I burn. All right. Well, now I know for a fact that if I want to use the other one, I need to upgrade my upgrade more cutscenes. じゃあ俺は席を外した方がいいかな。別にあんたがいるとできないような話はしてないわ。大丈夫よ。それよりもプレミアのクエストのこと何か分かった？それらしい情報を追ってはいるけど、大きなイベントは起きてないな。そういえばコルをもらうクエストはもう起動しなくなったんだってね。前にユイが言っていたクエスト参照番号が元の値に戻ったからだよ。他のプレイヤーはそんなことを知らないでしょうから、急に。とはいえ、事情を知っている俺らも。クエストって待ってるだけじゃないよね。どこかで情報やアイテムを入手したり。I want to know why can't we just walk and talk? Like, and I think that would be a pretty reasonable thing to do, right? それこそプレミア自身をどこかに連れて行かないといけないのかもしれないわね。NPC の設定が正常だったら、次のクエストのヒントを教えてくれる作りだったのかもな。とはいえ。少ない手がかりでクエストを解いていくのもそれはそれで楽しいんだぜ。そんなに目を輝かせないでよ。言いたいことはわかるけど。ならみんなで手分けしてプレミアちゃんに関係しそうな情報を集めようよ。それでもしヒントがない以上自分たちの足で探っ、そうね、まずはその方法でやってみる。よし、みんなでプレミアのクエストを進めていこう。私が何でしょう。プレミア。話しかけただけで驚かれたということは、つまり私が何か間違った。いや、ちょうど今君のことを話し。Oh God, I'm not gonna sit here for like 30 minutes talking. Trying to get right around cutscenes. That's when the studio just paused the video. もし襲われ、そっか、ならよかった。そういえば襲われてはいないのですが、え、誰から？男の剣士がお茶でもどうかと。ああ、ナンパかしら。ナンパね。でどうしたの？喉が渇いていなかったのでお断りしました。喉が渇いてなかったって、それ喉が渇いてても誘いを受けちゃダメなやつ。そうなんですか。以後気をつけて。そうそう、焼き餅を焼く人がいるからね。あ、literally。なんで俺の顔を見ながら言うんだよ。はいはい。それよりひょっとして、はい、お願い。これってまさかクエスト？どんなお願いだ。俺でよければ私に戦闘を教えてください。え、これはまた意外な。一時的に仲間に加えて一緒に戦う展開ならよくあるけど、じゃあやっぱりクエストの一環ってことな。でも大丈夫かな。プレミアちゃんは非戦闘タイプのはずだし。いや、誰でも最初は不慣れなものだ。え、プレミア、俺の指導は厳しいけど大丈夫か？はい、大丈夫です。よし、それじゃあ早速。ちょっと今のキリトの目、 SAO で私に戦闘を。どうしてこう戦闘って言うとテンションが上がっちゃうんだろう。アスナ、シノ、ちょっと出かけてくるよ。本当に平気なの？問題ないって、無茶させないし。あんた NPC にも見境ないわね。ん？もうとにかく気をつけてね。分かってる。行こうぜプレミア。はい。
よし、構えと普通の次は特別な技を練習しようか。教えてください。なら初歩の技から行こうか。まずは腰を落として。プレミアは再建だから、もう少し剣を胸の方に持っていって。こうでしょうか。いや、ちょっと違うな。もう少し足を前に出して。こうで。うん。そうしたら初動のモーション、剣を出す際に体に自分の力とは違う何かを感じたら一気に。うわあ、俺に当たるとこだったぞ。ごめんなさい、手元がくっ。焦らずやっていこう。必ず。わかりました。どうも。ためを作ってみて。まあそんなすぐにできなくて当たり前だから。私に戦闘を教えるのは大変なら中止しても問題ありません。やめない、ちゃんとできるまでやろう。別に迷惑とかじゃないから。それにただのお願いであっても、君が望んだのなら今日。わかりました。うん。それじゃあ自分以外の力を感じたら。力を感じたら。これがソードスキル。こうして。こう。だから危ないって。でもコツが分かりました。俺相手に。まあいいや。じゃあ仕上げに、そこら辺のモンスターと戦って。大して強くない相手だし。俺。分かりました。頑張ろうな。グッジョブ、プレミア。グッジョブ。いい感じだ。These subtitles. I just realized that these subtitles are so badly mistranslated. 私はタイミングよくソードスキルが出せるようになりました。つまり。なあ、グッジョブだ。それにしても一向にクエストが発生しないな。戦闘を教わりたいっていうのはプレミアの言う通り、本当にただのお願いだったのかもしれない。まあでもそれならそれでいい。協力。考え事ですか。あ、ごめん。それよりそろそろ町に戻ろうか。一気にいろいろやっても疲れるだろうし、また今度は続きをしよう。わかりました。また今度にします。次回はいよいよキリト直伝、ソードスキルだけでカレーの具材を全部切るという妙技をお見せしよう。
結構す…じゃあ、今日の…あの…ん？戦闘を教えてくれてありがとう。はい、おかえりなさい。プレミアさんに戦闘を…ああ、アスナに聞いた…ただ、別にそれがクエストだったってわけじゃなかったけど…クエストじゃなかった…戦闘を教えてほしいというのは、プレミアの意思だったということになるのか。AI 化された NPC は常に情報を蓄積し、きっとプレミアさんは戦闘をすることが必要だと自分で判断したのではないでしょうか。なるほど。でも自分からお願いしてくるってなんだか嬉しいな。皆さんの心はいつだって温かいんです。そうした思いは AISAO の時壊れてしまっていた私はパパとママの思いを受けて救われました。プレミアさんもきっと皆さんの優しさ思いは届くか。よし、これからもプレミアに付き合ってあげないとな。はい、ユイやプレミア、それに他の多くの NPC たちは。Over yet?Is the dialect over with? We can use her in fights now. I would really appreciate it. Right here.Oh, 16. I don't see how much of a problem she could be. Level 16.